もうあの場所がちょっと入ってますよ。人気っすね。やっぱそんだけ釣れんねやろな。釣れるんやと思うんですよ。でも人おらんときないっすよ。重いウェイト使ってるから僕は霊柩なんで、ね、まあまあそうですね。僕でもね、猫がね一番根掛かりしにくいんちゃうかな思うんですよ。僕があのそのリップラップとか持ってきさしとかでもバッキバキに引っかかるとか、猫にすると引っかからないですからね。で春先とかリップラップやりたいじゃないですか、はい、やっぱり。でそのやっぱマイティーママ使いたいんですよ。でマイティーママテキサスとかにするとあの岩の間に挟まってスタックするんで、そういう時に僕はあのゴアレスのあの人のヘッドあるじゃないですか、フットボールみたいな、あれでマイティーママ猫にするんですよ、はい、そんならね引っかからないと。まあ、リップラップやから黒系いいじゃないですか。そうですね。こうやって釣ってるんですよ。あんまりまだ誰にも教えてないですよ。やらへんでしょ。いや、まあ黒はその猫とかテキサスとかっていうよりもやっぱ春先
クローでリップラップってやっぱりザリガニ出てくるから、クローのシルエットが僕はありやなと思ってて、でもテキサスとか例えばジカリルとかやっぱ引っかかるんですよね。そこを猫にして、ラーメンどこで行こうかな。え、黒岩さんってラーメン何系が好きですか。え、そもそもラーメンは好きなままでこうですか。ああ、そうなるか。何系が好きですか。醤油とか味噌とか豚骨とか。あ、塩ですか。あんま好き嫌いとかないですか。この間行ったとこはその豚骨、鶏豚骨やったんですよ。で、魚介豚骨とかなんかエビそばみたいなのとかいろいろあったんですけど、僕食ったのは魚介、あ、鶏豚骨やったんですけど、濃厚でしつこくなく味が薄い。当たった。よっしゃ、当たった。どこで取ろう、どこで取ろう、どこで取ろう。当たった。まあまあいいっすよ。
バレんなよ。やっぱりここっすわ。あ、でかいでかい。これええでしょ。よっしゃ。やっぱマミーっすわ。気つけてくださいね。まあまあいいよ、これ。まあまあいいっすよ、これ。うわぁ、どこで撮る？これさっきのよりでかいかもしれん。え、まぁ、ちょっと、ネットあります？これ浮いてこへんもん。ほら。ほら来た。行ったね。行ったかな。行ったかも。そしてめちゃめちゃクオリティー。でっか。でぶ。超重たい。マグノミティ。行った。ちょっと。イエーイ。またまたマミー。
僕のイメージですけど、ナミのズル引きは倒れ込まして食わすイメージ。だからズル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 やってるときは、まあアクションたまに入れたりもするんですけど、基本あんまりズルーってやったらバイブレーションしてくれるんで、でギューって引いて竿戻すとスラッチできて倒れるじゃないですか。入れながら倒れるんで、そこがそこで食えって感じ。その時に絶対ガイン張らないんですよ。1本目も2本目はだから着底して倒れ込んで食ってきたと。めっちゃスローですよ。だから一応動作で言うとこう投げるじゃないですか。で、この時に僕着底したらキュッてやってラインスラックになってるんですけど、ここはって今これで仮に切り立ってくるじゃないですか。そしたら、まあ縦さばきか横さばきはそういう時ですので、ぐるーって引いて、こう。で、ここでも何もしない。で、巻いてなかったら、ちょっとくらっと取って、またぐるーってやって、で、戻す。この繰り返し。これが基本です。でそれをたまにちょっと魚寄ってこいってピュピュピュってやるときもあるんですけど、ピューってやったらまた戻してで倒れ込まして食わす。要はその倒れ込みのアクションを最適化させてるんですよ、先に。でそこが一番食うから、そこが一番そのいい感じになるようにバランス設計してます。だから誘って食う、誘うのはまあ寄せたり気づかせたりっていうので、そういうアクションを加えることもあるんですけど、基本はバイトさせるのは惚れ込む時っていう意味がズル引きのマミーのまあ一番よく釣れやすい釣れ方かな。でケースバイケースで結構残りずってこう、あの百鳥の種みたいにこうヘコ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 させる人いるじゃないですか。これやるんやったらずっとやった方がいいっていう、あのずっとやっ、なんか動かすんやったら連続させて動かすんや。でもね、これで食うとね汁が食うんですよ。だからでかいのより分けたいときは僕はもう倒れ込みで食わすようにしてます。なんかそうちょこ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 する動きってなんかチビが興味示していくイメージがあるんですけど、僕そのまあでかいのを狙ってるって言うとちょっと言い過ぎかもしれへんけど、でかいやつは変に動きたい方が食ってくる。あんまりだからアクションで寄せない、マテリアルの存在感とか、まあマテリアルっすよ。早めに言っときましょうか。なんかね、僕今地合い来てるような気がす、なんかするんですよ。なんかね、もう今の時間帯から探してたらあかんのかな。今から日没までは釣りにかかる時間帯っすよ。うん、もうあのあっこで粘りましょう。多分それが釣れると思う。